はい、どうも、あるです。今日はね、CPU やばいってやりながら、ちょっと話していこうかなって思います。はい、左画面です。まあ、普通にやります。ダブルとかじゃなくて、まあ、たまに狙うかもしれない。でこれはまあ、ちょっと若干狙いつつも、いくけど、OK? ちょっとさ、俺、聞きたいことがめちゃめちゃあんのよ。これ緑振らないかな、振らないけど、土台ができたけど、青が消えちゃうからダメだな。あ、ナイス?それだな、連鎖したら今最強だったんだけど、そう。成人式だったじゃん俺の情報って毎回クリスマスの時もめちゃめちゃ遅れてくるけどさ、過ぎてからクリスマスですねとか言うけど、そんなんじゃねえんだよ今言いたいこと。うわー、これはトリプル絶対打てない盤面になって、まあ、とりあえず打って連鎖ナッシング、相手ストレート、はい、緑がそこにめっちゃ綺麗になってるけど、うわー、でもこれトリプル組みてー、紫赤青、紫赤青お願い、もう来ない、シングルしか打てない、くそ。あー、でも実質ダブル、相手がストレート揃ってる、あー俺実質トリプル、相手も揃ってあ、待って、これやばい、刺さったかも。ストレートヘキサゴンって終わり?あ、まだストレートあった?え?最後怒ったっけ?あ、怒ったか。これは耐えません。これは黄色1を消しますが、耐えません。無理です。話したいのに。そう、まずは成人された方、おめでとうございます。そしてですね、私の動画の視聴者層っていうのが30代40代が一番多いんですよ。でその次同じくらいの割合、若干少なめで20代前後が多いんですけど、同窓会とかあるじゃん、成人式後に。まあ俺は行かなかったんだけどさ、あの全体のは仲いい人だけで集まってって感じだったんだけど、全体のっていうのがあるじゃん?まあ大体あるじゃん?ない地域の人もいるかもしれないけど、ワンチャン。誰も、あれしなかったらあれだから。その同窓会ってさ、あ、これダブル組める。はい !OK。成人式の20歳時以外にも、相手ラッキー来てる!以外にもあったりするんですかね?30 代、40代の皆さん。あるんですかね?なんか俺の父親とかはなんか、その同窓会っていうか飲みとかが、毎年まあコロナになってからなかったらしいんだけど、なんでこれ負けるの俺。そう。父親は、なんかコロナまでは毎年とかあったらしいんだよ。集まりみたいのが。それ、みたいな感じで、あるのかね別に行きたいとか、なんかそういう、久しぶりに会いたいとかじゃなくて、あるのかなっていう単純な疑問。40歳で、なんか違う、2倍成人式みたいな、あるのかな?マジで、本当に疑問なんだよね。ある気配がないもん。それか俺が呼ばれてないだけってことはね、まさかね。待って、これ間に合わないんですけど。しかもミスった。一応耐えるな。まさか呼ばれないやんってことはね。黄色揃えて、相手は間に合うな、あれは。間に合うから、一応俺ゴリ押すけど、無理だから緑消して、連鎖で消えていって、はい、OK。うん。でもあの、成人式の日だけ、ほとんどの居酒屋とか、年齢確認普段しないところもめちゃめちゃしてたよな。俺は5月だから余裕で20歳だったんだけど、結構20歳じゃない人多いからな。これ何で組んだら正解?青が見えたんだけど、こうして、はい、はい、はい、組みます。相手間に合いません。なんかそういう、年取ってからの集まりって、意外と、父親が言ってたことなんですけど、意外と、
なんだろう、全く喋ってない、友達いないだろあいつみたいな人がなんか毎回欠かさず来てるみたいなまあだからでもなんかめっちゃムードメーカーみたいなやつが一回も来てないみたいな。人って変わるんですね。これ待って、ありがとう。でもなんかめちゃめちゃ偏見だけど、自分が成功してたらいけるけど、なんかすごい失敗っていうか全然うまくいってなかったら人生がいけないっていう気持ちもあるよな、若干まんま関係ねえけど、そんなところ気にしてくるやつキモいけどな。気にしてるっていうのは他人のことをってこと、自分のことじゃなくて。相手間に合います？はい。待ってお願い、これ何で組んだら正解？青組よ、青信じてるからね、俺信じてるからね。え、これ終わり？俺青、うっ、なんでだよ、いけないよねあの一瞬で終わる試合とか省いてるからっていうのもあるけど、柔軟試合もCPU これだって30分経ってるからね。だけどさ、なんか多分使われる試合俺ほとんど負けてないか今日負けてないか。これはダブルを狙いたいという気持ちが抑えられません。紫でも一応これは紫を組んでも崩れないので踏んじゃいます。踏んじゃいまして、ラッキーが振ります。お願いします。振らないです。でもそれハマるんじゃない？ハマんないです、知ってますあ、そういえば昨日ショート動画で、昨日か分かんないけど、昨日か一昨日になっちゃうかもしれないけど、スーパータイプっていうアプリゲームをやってみてるんですけど、どうですか？面白いですよね、あれ。面白いと思うんだけど、待って、これまた死んだの？俺は何回死ぬんだ今日。なんか待って、このままだといい試合が全くないぞ。はいはいはい、オッケー、組んでいきますよ。はい、紫間に合っ、なんか泣き、ちょっと豪運ちょうだい、俺に1試合でいいから豪運を。はいはい、今ストレート組んじゃって相手赤組める、豪運をくれ俺に。今年は俺は運がいいはずなんだ占いで運がいいんだ。はい、これ緑黄色、緑、あ、待って、ずれた、最悪、ずれなければダブルだったのに。相手ラッキー来てる、また俺は死ぬのか。黄色が吹っ飛んだな。消える消える消える、耐えて、これ黄色にかけた方がいいですよね。来ますか？あ、来ました、ありがとう。大体縦置きできないから赤ずっと組めてない。ナイスラッキーだけど、相手がめっちゃラッキー来てるね今日。相手っていうか CPU ですけど、 CPU じゃなかったら悪口言わねえからな。対人戦の時は絶対言わないから。はい、あ、そう、ちなみになんで CPU とやってるかっていうと、マジでマッチングしなかった。シックスボールパズル、ナイスラッキー。ヨットは一瞬でマッチングするのにね。だから待機中の人がいますみたいな、シックスボールずっと出てるくせに誰ともマッチングしなかったからな。はい、紫、相手ピラミッドのリーチかかって、なんでラッキーそんな来るんですか君は。青だね、速攻の青なんだけど、速攻の青なんだけど、速攻の青なんだけど、組める青が少ないって思いきや大丈夫。何で狙えばいいんだ。緑黄色消さないようにして、紫間に合う。待って、
ありがとう。緑だよ。はい、ナイス緑。緑めっちゃ連続してくるやん。アイテムラスク揃った。ラッキーは？ナイスラッキー？これ、青い消えちゃうから意味ない。相手耐えそうな感じしない？あれ。ちょっと待って。耐えてるね。君は今日よく耐えるね。はい。待って、緑来て。ありがとう。ワンチャン刺さった、あそこに置くなら。はい。そろそろいい試合があったらラストにします。もう今日は同窓会のことしか話していません。ちなみにですけど、私が同窓会に行かなかった理由は、あれですね。結構、LINE グループでその前に招待みたいにされてみんな、大体の人がされてない人もいたけど、行ける人はいついつまでに連絡ください、3日後までに連絡くださいみたいなクソ意味わからない LINE が来て、え、なんで3日後なのって、でまだお店も決まってませんってなってそれで参加しない人は退会させるのでって、なんか変なうざい感じの女子、まあ俺の嫌いなうざい女子が言ってて、キモくねってなって、しかもだよ、さらにそこから、まあそこまでのやつはまあいいとして、しかもなぜか3日後とか言ったくせに6時間後くらいになんかどんどん大会させられて、みんなえって、3日ってお前なんかメイドインヘブン使ってるみたいな感じされたから意味が分からなかったよね。だから行きませんでした。で仲いい人たちだけで飯行って、さらにその後飯行って、さらにその後カラオケ行って、さらにその後どっか行きました。待って、これはいい試合だけど、ダブルが打てる、強い、話しながらダブルが打てる、最強シックスボールプレイヤーだ、最強シックスボールプレイヤー。これ刺さってはないか、刺さったんじゃないか、あれ、はい、これでとどめのストレート、ストレートが強いというところを証明しろ。ナイス。まあ、じゃなかったとしても仲いい人だけで、少人数が好きなので、俺は、まあ関係なかったわ。何にも関係ない。ただの悪口じゃねえか。どうせ、バイバイ。